皆さんこんにちは。私株式会社アイダルワークス代表、中小企業診断士の井出美幸と申します。経営者後継者必見会社をつなげるセミナーというタイトルで事業承継についてお話をさせていただきたいと思います。事業承継の現状についていくつかのデータをお見せしながらお話をしたいと思います。まずはこちらのですねデータをご覧いただきたいんですけども、こちらのグラフはですね規模別事業承継時時期別の経営者の平均引退年齢の推移というタイトルがついております。これを見ていただきますと下の方のピンク色の線が中規模企業、上の緑色のデータがですね小規模事業者の方です。これを比べていただきますと小規模企業者の方の方が事業を引退される年齢が高いというのが現状です。そしてもう一つですね、これはご参考までになんですけども平均寿命と健康寿命、健康寿命というのは健康に一人で生活できるという年齢なんですけどもこちらの方が男性が70歳ぐらい、女性が73歳になっています。もちろんこれは個人差はあると思われますけれども70歳ぐらいが大体ですね一人で生活できてという健康な状態にあるというのがデータとしてあります。経営者の方の引退の年齢それから健康寿命を考えていくとですねまたもう一つ事業承継の現状についてのデータなんですけども後継者の育成の期間どれぐらい必要ですかというのに答えていただいているデータです。これを見ていただきますと3年から5年それから5年から10年という長い時間をかけて事業承継をされていらっしゃる企業さんが多いです。ということは後継者の育成には5年から10年が必要だとすると健康寿命から逆算して60歳ぐらいからは事業承継についてだんだん考え準備をしていくというようなことが現実なのではないかなというふうに思います。では実際にですね、小規模法人それから個人事業の方がですね実際に後継者の方がいらっしゃるのか決まっているのかまたどのような方が実際に事業承継をされているのかといったのがこちらのデータでございます。で大体ですね7割ぐらいは後継者が決まっているあるいは後継者の候補がいらっしゃるということなんですけどもじゃあ実際にどういった方が事業承継をされるかということについては90% 以上がですね親族内での承継を実際にはされているということです。また親族外で事業承継をされる場合はですね、従業員の方に事業承継をされる、ケースが非常に多いということになっています。ではその事業承継にあたってどんなことが問題になっているのかといったのが次のデータなんですけどもこちらを見ていただきますとこの4つがですね非常に問題として多く挙げられています。一番多いのがですね引き継ぎまでの準備期間が不足している。次にですね取引先との関係をどのように維持していくのかまた技術やノウハウをどのように引き継いでいくのかそして人の問題ですね社内に右腕となる人材が不足しているこんなところがですね問題になっています。このあたりを事業承継にあたってどのように解決していくのか、こういったですね、ところが多くの企業で話題になっています。以上、事業承継の現状についてお話をいたしました。